大きな声でおいーっすで返すんだよ。キャプテン、もう一度お願いします。おいーっす、おいーっす、おいーっす。うるせえ、声がでかい。さすがキャプテン、ありがとうございます。ここからはオイラが進めましょう。お前ら、今日は我らブラックビア会社団入団テストに集まってくれてありがとう。最近レゴランドでは忍者が幅を利かせやがって、海賊に興味のあるやつがめっきり減少して困っている。あ、まさかと思うが、すでに忍者号のショーを見てきたぜってやついるんじゃねえのか。おい、忍者号見てきたか。お前は、君は見てきてないよな。まあいい、まあいい、まあいい。こちとら今日はわざわざキャプテンにお出ましいただき、我らの仲間を増やそうじゃねえかと思っているわけよ。ここで改めて我らがキャプテンの紹介しよう。Hey yo, レゴパイレッシリーズナンバーワン、ナンバーワン、オイラたちへの憧れ、よ、キャプテンブラックビア。おいーす、お前たち、今日は楽しませてもらうぜ。よろしく。キャプテン、ありがとうございます。よし、それじゃあ早速入団テストを始めようと思うが、海賊になるためには何が必要だろうか、みんなに聞いてみよう。そうだな、まずは勇気、勇気だ。そう思うお友達は手を挙げてくれ。もっと挙げてもいいんだぞ。待つぞ、ちょっと待つな。 OK、 ありがとう。その他に体力だと思う大人ちゃって分けてくれ。はーい、結構いるよだな。いいだろう、知度、頭脳、そう、頭の良さだ。そう思う友達は、そうだな、左手を分けてみよう。思わなくても分けてもいいぞ。 OK、 ありがとう、ありがとう。そう、実は今言った3つ、それら全てが必要なんだ。それを判断するのはオイラたちはこのロープワークで判断することができるんだ。これくらい朝飯前よ。いいや、キャプテン、全然朝飯前じゃないじゃないですか。もうここ印象もっと頑張んねえと。ほら、忍者のやつらに。ああ、まあ見ての通り海賊にロープワークは必要不可欠なんだ。さあ、入団希望者はその場で手を挙げてくれ。選ばれたやつは実際にここに出てきてくれ。さあ、元気なく手を挙げてくれ。はい、あれ、オイラの見間違いかこれ。なんて、なんて、すまない、噛んだ。元気よく手を挙げるんだぞ。おい、一人しか声出してないじゃないか。お前ら、ちゃんと声出せ。もう一回聞くぞ。入団テストを受けたやつは元気よく手を挙げてくれ。はい、こっちの方いけるだろう。はーい、最初から上げてくれているな。よし、君行こうか。
よし、ここで待っててくれ。いや、待ってよ。もう一つは元気よく手を挙げるか。せーの、はい。よし、ただ時は怖いから動けてみようか。ありがとう。カバンはできるかな。オッケー、ありがとう。そうだな、まだいけるな。あと1人か2人選ぼうか。目線でわかるよな、大人でもいいんだ。おいおい、目をそらすなよ。まあまあ、1つ2つ質問しようか。お兄さん、どこから来たんだ。名古屋。ほうほうほう、まあここだな。まあ俺らたちも知ってるよ、もちろん。名古屋で好きなもの何かあるかな。ほうほうほう、それは何だ。海賊だからな。海でやるものではないよな、多分これは。ほうほうほう、そうなのか。まあ、ちなみにだ、その中日ドラゴンズとやらと海賊だったらどっちが好きなんだ。悩むな、悩むな。もっと大きな声でいこう。海賊。よし、行こう。息子か。よし、息子を海賊にしてやる。弾を置いていけるか。OK、大丈夫だ。さあ、ここにいるお前らで、ね、これから大縄跳びをしてもらう。そうだ、それが我らブラックビア海賊団入団テストだ。よろしく頼むぞ。みんなは飛ぶ回数を一緒に数えてくれ。いいか。あれ、一部しか声が聞こえないぞ。もう一回聞くぞ。一緒に数えてくれ。いいか。ちょっと気だるそうだな。もっと元気よく頼む。もう一回行くぞ。一緒に数えてくれ。いいか。まあいいだろう。さあさあ君たち、見えるかな、この白いロープ。これが君たちの飛ぶ大縄だ。こいつは最初前から足元で、もう一回言っていいかな。さあさあ君たち、これが見えるかな、白いロープ。こいつは君たちの飛ぶ大縄だ。こいつは最初、前から足元に来る。足元に来たらもちろん飛ぶんだ。まあ普通だな。で、後ろに行く、頭の上に行く、また前に行って足元に来たら、そうだ、そう、まあ普通だ。もう一歩下がろうかな、みんな。 OK、OK。 さあ、練習から行ってみよう。みんなも大きな声で数えるぞ。よし、さあ、うん、よーし、ゴー。練習終わりだ。君たち、一つコツ教えよう。縄は意外と前で着地してるんだ。そう、で、ダダダダってくるから落ち着いて飛べばいける。 OK。さあ、本番も頑張ってみよう。キャプテンブラックビア、みんなに一言お願いします。おいーす。お前ら意外と難しいからな、気をつけて頑張れよ。キャプテン、ありがとうございます。さあさあ君たち、一度こちらを向いてもらってもいいかな。ありがとう。そして右の下を見たらロープがあるね。こいつより後ろに下がるのか。後ろに下がりたい。オッケーオッケー。よーし、オッケー。さあ、これで本番の準備はバッチリだ。行ってみよう。ロープをしっかり見て飛ぶんだぞ。行くぞー。せーの。オッケー。オッケー。さあ。いいね、いいね。よー。オッケー。さあ。オッケー。よー。いいだろう、いいだろう。小さい、小さい。ありがとう。さあさあ君たち、参加してくれた君たちに、なんとキャプテンから特別にレゴランドジャパンのシールをプレゼントだ。待ってろ。さあ、
こちらから順番に配っていく。もらった子からゆっくりと元の場所に戻るか。 OK、 ありがとう。はい、ありがとう。よっしゃ、ありがとう。ありがとう、クール。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。 OK、 ありがとう。ゆっくり元の場所に戻ってくるよ。あ、すまない、キャプテンだったな。申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。さてさて、入団テストの結果の前に忘れていた。すまない、すまない、申し訳ない。我らブラックビア海賊団、ダンスのテクニックを最も重要としている、これを見よう。我らのダンスいかがだったかな。さあ、入団テストの結果だが、しかしだ、我らブラックビア海賊団、入団するにはリズム力、ダンスのテクニックが最も重要なんだ。海賊ってのは常に周りに陽気な音楽があって、生かしたやつでいる必要がある。それにはみんなのリズム力、ダンスのテクニックがあと少し足りない。非常に残念だ。レゴランドにはドリームダンスコーターという女の子5人組がいて、ダンスを教えてくれている。ぜひぜひぜひそこでダンスの修行を積んで、再び我らブラックビア海賊団、入団テストを受けてほしい。キャプテンブラックビア、最後に一言お願いします。おいーす、またここで会おう。キャプテン、ありがとうございます。よし、お前ら今日は本当にありがとう。お兄さん、海賊どうだっけ。ドラゴンズと海賊だったら、海賊ありがとう。まだここで会おうじゃないか。さらばだ。
サーサーキャプテン。